さあオリックスですけれども、今回の内容は黄金時代の FA ということで、2018年にですね、西武から FA 宣言をした浅村選手、オリックスもですね本格調査をして交渉のテーブルにつきたいと言っていたんですが、その交渉もすることなく事前にお断りを入れられて楽天に移籍をしましたけども、このお断りックスから早5年、今となってはセパのベストナインがそれぞれ FA で加入をするという時代になっております。改めて黄金時代、この3連覇をしているオリックス日本一にもなりましたけれども、 FA が感慨深すぎるということで、改めてそこのね歴史についても振り返りながら、この間ねベストナインとか発表されておりましたけれども、まあいろんなところでね話題沸騰になっておりましたので、そこも絡めてですねちょっとお話をしていこうかなというふうに思ってます。で、まずですね、今さっき言いましたけども、セパのベストナインが加入をしたということで、この間ね、ベストナイン発表されてましたけども、ご覧の通りということで、これオリックスからの受賞者ということで、下はね、ペータが新人王、これ宮城投手以来の新人王ですけど、あとはね、中島監督が、もちろんですけどね、優勝しましたから、パリーグの、優秀監督賞にも選ばれているということなんですけど、まあ内野がね、ほんとセカンド以外はオリックスということで、もうガッチガチに固めているということなんですけど、まあ上から順にね、ちょっと由伸がえげつなすぎるので、どんなコメント残すのか気にはしてたんですけど、もうね、3年連続選んでいただいて本当に光栄だということで、嬉しいと、これからも一緒に頑張りたいというふうに言ってますし、頓宮に関してはですね、一番取れると思ってなかった、タイトルが首位打者だったということで、次はホームランを取りたいというふうに言ってますし、宗選手に関しては3年連続ね、選んでもらって、まだまだね、いい成績残せると思うんで、もっともっと頑張って来年も、選んでもらえるように頑張りますというふうに言ってますし、紅林選手に関してはですね、今までとは、違うと、今宮さんとか源田さんの時代ではなくて、ちゃんと紅林の時代を作れるように、やっていきたいということで、非常にね、気合が入っておりますが、この中でですね、森さん、今年ね、FA で加入しましたけれども、選んでいただき大変に光栄に思いますということで、ゴールデングラブが若月選手だったので、ベストナインどうなのかなっていうところで、まあなんか指名打者で森さん選ばれるのかななんていうふうに思ってたんですが、これキャッチャーで選んでもらえるっていうのはすごくやっぱ森さんにとっても良かったと思いますし、まあね、なんだかんだで半分以上若月選手がマスクを被ってしまったので、なんか FA でね、キャッチャーとして来た森選手どう思ってんのかなっていうふうに思ってたんですけど、こういう賞があればですね、まあなんとかこう今年頑張ってよかったなっていうふうに思えてるんじゃないかなというふうに思ったので、ここはむちゃくちゃ嬉しかったですね。そして2軍の方でもですね、結構タイトルホルダーがいましたので、改めてざっと出させてもらいましたけども、まあ池田選手がね、来年ちょっと期待値がすごく高いんじゃないかっていうところと、オリックスファンもですね、佐藤和馬投手の支配下っていうのは結構待ち望んでる人がいるんじゃないかなというふうに思います。個人的にね、なるのかどうなのかっていうのはちょっとあんまり僕ははっきりとは、自信を持ってなるよっていうふうに言えないんですけど、期待値がすごく高いのはありますし、村西投手なんかもね、プロテクトしてほしい。欲しいっていう人も多分いるんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、改めてね2軍の受賞者もご覧の通りということでございまして、1軍はですねやっぱり内野中心にガチガチにこう票を取ったんですが、由伸がですねまさかの満票ではなくて1票だけですね、他の選手に票を取られてしまったということなんですが、それがなんと平野義久投手なんですよね。これ何にもしてないです。義久は何にもしてないんですけど、誰かが何を思って入れたのか分かんないですが、1票だけ義久、あと全部義信というわけのわからない、ことになっているということで、ここもねちょっと笑っちゃいましたけど、まあさすがいろいろ持ってるなというところでございますよ。で、他に関しても、まあ、森さんがね、指名打者で取ったりはしてましたけども、キャッチャーで若月選手が、獲得をしたりとか、ケイタもね73票、取ったとこういうことでございます。そして一方セリーグのねベストナインを見ていくと、ご覧の通りなんですけども、ずらっと並んでますが、注目してほしいのがこの赤く太字にしているところですね。下から2番目、広島カープ西川選手ということで、このセリーグのベストナインがオリックスに加入するってとんでもないことですよね。まあこれから、山川選手がどうなるのかわからないですし、中田翔選手もどうなるかわからないです。幸也も FA 移籍しましたけども、ベストナイン誰一人いないですよね。ゴールデングラブも、おそらくいないと思います。タイトルホルダーの中でも非常に名誉のあるこの選手がですね、オリックスに来るっていうのはちょっとやっぱり異常というかわかんないですけど、これがジャイアンツとかねソフトバンクだったらもっとなんか言われてるのかなっていうぐらいのやっぱ大物が、今年ね、FA で加入したっていうところですから、ここは本当にちょっとねベストナイン、森さんの、キャッチャーでの獲得っていうのもすごく嬉しかったんですけど、西川選手がね
やっぱり規定ほんとちょうどギリギリ、あと1打席足りなかったら規定に到達しないっていうような、状態だったので、セリーグ2位の打率っていうのもあったと思うんですけど、ここに来てね、西川選手が選んでもらえたっていうのはすごく僕は嬉しかったですね。ちなみに西川選手のコメントとしてはですね、まさか自分が、外野手でベストナインを取るとは思ってなかったと。まあもともとね、ショートとして入団をしてますから、びっくりしているのと嬉しい気持ちでいっぱいですということで、次はベストナインじゃなくて、バッティングのね、タイトルを頑張って取りたいということで、やっぱオリックスね、加入して、どうしても得点力不足っていうのが、ね、ありますから、まあね、ピッチャーがすごくいい投手が多いので、どうしても接戦にはなってしまうんですけど、その中でね、白花親が立って西川選手を救世主という形でね、まあ正尚の抜けた穴をっていうところで思ってると思うので、まあそこの部分がすごくやっぱりかかってると思うんですよね。まあなので今までは森さんにすごく負担がかかってたと思うんですけど、それを割るにするぐらいの本当に選手だと思うので、ぜひ首位打者、最高出塁、打点をその辺ですかね、なんか取ってくれたらなというふうに思ってるんですけど、まあ、改めてですね、過去の FA 移籍見ていくと本当に感慨深いなということで、まあ、地味に2011年から、これオリックスバファローズになってからのね、FA 獲得なんですけど、11年から4年間ですね、連続で、まあ、獲得はしてるんですよね。シュー・ミンチェに始まって、平野さん、山崎さん、小谷野選手ということで、まあ、人的保障は発生はしていないケースが多いんですけど、まあ、それでもですね、4年連続行ってたんかいなというふうに思いました。おそらく2010年ね、2位になったっていうところで、14年も2位になりましたけども、そこからですね、FA とはまあ縁がなくて、3年、そしてそこからも5年相手というところで、ここの間ですよね、14から17、そして18から20。まあ、この辺がね、やっぱオリックスとしてはちょっと、苦しんでいた部分なのかなというふうに思うんですけど、まあ、そこからですね、今年と去年でセパのベスト9、しかも西川選手はセリーグ打率2位、森さんに関しては、首位打者も取ったことがあって、パリーグの MVP もね、選ばれたことがあるということで、やっぱここの2年の桁がちょっとおかしいよね。今まで3年9億、まあ、生産でも素晴らしいですけど、2年2億とかね、3年1億5000万とか、まあ、大体1年ベースで見ても1億いかない年もあれば、行ったとしてもね、1億5000万とか、松井さんが3億ですけど、そこから急にね、ガッと増えてますから、まあ、契約している年数と桁がちょっと2桁になってるっていうのは、この二人の、まあ、素晴らしさっていうのが物語っているのかなというふうに思います。まあ、松井さんはもう少し若かったらもしかしたらね、5年15億とかあったかもしれないので、まあ、西川選手と単価は変わらないですけど、年数が違いますよね。で、ここに関しても、やっぱオリックスやったーと、おめでとうというふうに思うんですが、まあ、それ以上にですね、広島の本当に選手愛っていうのが素晴らしいなというところで、この間ね、カープのファン感がありまして、そこに西川選手が出るかどうか迷ってるというふうにありましたけども、まあ、今年ね、サチアも出て、最後に挨拶をしてましたし、去年ね、伏見さんがいなかったので、まあ、改めてそういうの見ると見たかったなっていうふうに思うんですけど、まあ、去年森さんがね、インタビュー、ファン感で最後メッセージ言ったりとか、ありましたけど、やっぱりオリックスとカープ、今年の西川選手とサチア見ると、なんかファンの温かさっていうのが、すごく、際立った、そんな、印象だったんですけど、迷ってる西川選手に対してね、カープの球団本部長も胸を張って出なさいというふうに言われたそうで、西川選手もですね、オープン戦と交流戦で戦えるのを楽しみに、でその時は全然やじってもらって大丈夫ですということで、男前ですよね。サチアはね、温かく応援してくださいと、言ってましたし、それをパワーに僕は頑張って やりたいんだということで、まあそれも仕方がないと、こういうことで言ってると思うんですけど、まあおそらくね、カープはなんか拍手するんじゃないかなと、個人的には思うんですよね。それぐらいちょっと温かい、印象でした。で、オリックスの目標としても、来年、パリーグでオリックスが、セリーグがカープが優勝して、日本シリーズで対戦する、これを目標に頑張りたいんだというふうに言ってるので、まあね、本当に西川選手もカープのことが好きなんだろうなってことで、そんだけやっぱ温かく応援されたら、それは好きになるよねっていうふうに思ったんですけど、YouTube のですね、公認のカープ応援チャンネルがありまして、そこでですね、西川選手のインタビューがあったんですけど、去年ぐらいからやっぱ正直考えていたそうですね。まあ、なので、近藤選手の獲得調査を、していたオリックスを見て、まあ、代理人とも相談して動かなかったんだろうなっていうふうには思うんですけど、いい球団すぎて、西川選手自身もね、ちょっとこう、甘えてしまうそうですね。まあ、なので、その辺もあって、このままじゃあかんだろうということで、甘えられへん環境に行って成長をもっともっとしたいんだと止まってしまうというふうに思ったそうですね。あんまないですよね。いい球団すぎて逆に出ますっていう。まあ、その結果、オリックスはですね、
正隆、そして今年は吉野部と、まあ、本当に投打の軸、軸中の軸が抜けたわけですけど、そこにドンピシャでね、森選手を獲得して、西川選手を獲得してということで、正隆がいなくなって、森さんキャッチャー、西川選手レフト、2ポジションで、しかも強打の左が加入したということで、やっぱ他球団ファンは今からね、この打線どうやって抑えんねんっていう声がすごくありますけど、まあ、ラオウとね、共存するのか、ラオウの配置転換があるのかっていうところですけど、個人的にはやっぱり共存するんじゃないかなというふうに思ってますんでね、レフトで、二人でやりながら、まあ、レフト併用ではないですけど、そういう感じでね、DH ともちょっとこう挟みながらやっていくんじゃないかなというふうに思ってますから、まさか内野やるとはちょっと思わないですけどね、その辺踏まえて、まあ、改めてね、こういう大物の選手が2年連続来てくれるっていうのは本当に感慨深いなというテーマでございました。ということで、今回のお話はですね、黄金時代に突入しているオリックス FA 移籍もやっぱり感慨深いということで、ここまでの歴史を振り返るとですね、いろいろとあったなというところで、ちょっとベスト9と絡めてお話をさせていただきました。ぜひ皆さん、今回のテーマについて何か思うことあれば、コメント欄を通じて教えてもらえたらなというふうに思ってます。ということで、今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録やグッドボタン、そしてツイッターのフォローなどで、このチャンネルを応援してもらえると本当に嬉しいので、よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。